18頭、スタートしました内から一番、正門コースタートを切りました2番、ユリーシャ4番のセッション3頭の先行争い。 あとは赤い帽子6番、大ンブルマイが4番手、内から3番、シルバーデュークが手綱をしながら位置を取りに行きます、外15番のランス・オブ・サウンドも上がっていきました、あとは5番のナボーナが中段のインコースを通って、最内10番、スカイ・ロケット、あとは外を通って上がっていった7番8番のタリエシン、それから17番のヤクシマ、中段の外目です、外回りコースを目指していきます、あとは7番、東方ガレオンが続いて、このグループには競泳ブリッサ、外を通って18番のティニアが追走、その後ろに14番のアイルシャインが続きました。 12番のマルちゃんも続いて 1000m 切りました後方グループは3頭固まって内から11番のオーシャントライブ3コーナーのカーブに入っています。それから外外を通って16番のタイセイクラージュ 残りり800切りましたそしたそて13番ドドクターーリトル後方グルグプです前は2番のユリーシャが後続を8走に離しました3コーナーから4コーナーのカーブまもなく 600m 標識を通過してス,スタートからの 1000m は57秒台での通過先頭2番のユリーシャ後続を離して2番手1番の正門4コーナーから直線に向きましたあと追ってくる4番のセッションそれからその後ろ内を通って3番のシルバーリューク外から追い込んできたのは17番の屋久島ですが先頭は2番のユリーシャしかし外から1回。 に4番のセセッッシショョンン追追いい込込んんででききたた間から3番シルバーリューク1番の正門2 0号を切りました、坂を上がる4番のセッション、セッション先頭かその内を潜り込んだ3番のシルバーリューク間1番の正門3頭争い、外から6番オーバンブルマンを追い込んできた前は接戦だ、外オーバンブルマン届いたかゴールイン、間4番のセッション内から1番の正門ゴール前は3頭広がりました。